天皇賞秋はその年に G2 を2勝以上している馬っていうのが必ず馬券内に入るというジンクスが今年も継続いたしました。そして前走最下位から1着を取った馬っていうのは G1 の舞台では1頭もいないということも継続いたしましたので、ダノンプレミアムを 2,3 着固定で買ってみるのが一番いい買い方だったのかもしれません。バイトの A 君です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで天皇賞秋が終わりましたけれど、皆さんどうだったでしょうか。てかアエロリットめちゃめちゃ頑張りましたよね。いやもう胸がつかまれっぱなしでしたよ僕。ずっとなんかいつか言ったと思うんですけれど、 G1 の舞台で自分が逃げ馬をある程度押してた時って、その馬が逃げてくれただけで胸いっぱいになるんですよね。もう今回その状態でアエロリット頑張れってもうずっと終始アエロリットだけを見てたんですけれど、そうです、生配信と予想動画ではあんまり触れられなかったのかな。生配信の方でお話ししたようにですね、もうアエロリットは調教の動きがものすごく良かったのと、あとは前走毎日王冠で見せてくれたように、アエロリットものすごく手前の買い方が上手になっていたんですよね。インディチャンプに並ばれてからガツンと手前を変えてもう一伸びできたと。であれを見せてくれたので、距離がまたね200伸びてもしっかりと合わせることができればもう 200m ぐらいなら全然耐えられるんではないかということで押していたんですけれど、で結局ですね、まあ、Twitter の方でも報告したんですけれど、アーモンドアイ、まあ本命はアーモンドアイだったんですけれど、アーモンドアイと対抗のアエロリットの、はい、馬単1点ですねを購入していました。まあ残念ながら外れてしまったんですけれど、アイロリット3着だったので、でもなんか大満足でしたね。ずっとなんかいい夢見れたというか、すごく興奮できたのですごく良かったです。もうさっき言ったようにアイロリットのことしか全然見てなくて、アーモンドアイが抜けた瞬間もうアーモンドアイのことは全然見てなかったです。もうアイロリットがダノンプレミアムをさせるかどうかっていうのをずっと見てましたね。アイロリットトサキって言ってずっとアイロリットのことばっかり応援してたんですけれど、はい、いやでも本当もうアーモンドアイ強かったですね。いやびっくりしました。まあ強いって分かってたし本命にしてたんですけれど、あそこまで着差を広げられるとは思わなかったです。59秒0の57秒2の前後半のタイムなんですよね。この前後半のタイムであんだけ抜けられるってことは、もう多分持ってるエンジンそのものが他の馬とは1つ2つぐらいレベルが多分違うってことですよね。なのでなんかもうこれから出てきた時にアーモンドアイに逆らうのはちょっと違うのかなって思ってます。まあ、僕なんてまあ超庶民なので、まあ、どうしてもね穴目を狙ってもう大爆笑みたいなのを狙いたくなるんですけれど、まあ、でもアーモンドアイを逆らうのはもうただの天の弱でしかないなっていうことを再確認できたというか、うん、まあ持ってるエンジンが多分他の馬とは全然違うんだろうな、多分日本の国内では敵がいないんだろうなっていうような走りをしていたと思います。はい、なので、次はどこに出てくるんだろうか。春先に僕伝えたと思うんですけれど、アーモンドアイは一応年内の最大目標っていうのが香港だったんですよ。けれど、今10月27日、18時1分現在で香港への登録っていうのしてないんですよね。アーモンドアイ出走表明してないんですよ。なのでまあ多分ねこう情勢が不安定だっていうこともあって、まあ、帰ってこれるかどうか分かんないっていうこともあってだろうか、まあ、香港には登録してなくて、多分このまま行くと出ないんじゃないのかな香港には。となるともしかしたらジャパンカップでもう一回見れる可能性っていうのが現実味を帯びてきた感じなんですよね。楽しみだな。そう考えるとアーモンドアイが出てきて、まあ、ブラストワンピースとか奇跡とかね、帰ってきて凱旋門賞組とも戦ってくれるみたいなことになれば、またさらにねジャパンカップも楽しみになるんですけれど、そうそう、なのでジャパンカップかな次出てくるのは。でジャパンカップで出てきた時も、うん、ちょっと逆らっちゃいけないというか頭で買っていいんじゃないのかな。もうアーモンドアイが、まあ、2着とか3着になってから改めて考え直すでも全然遅くないかなっていうような。だって安田記念だってもうあれ実質勝っていたようなもんですもんね。となるともうね新馬戦以外はずっと負けなしってことですから、うん、もう負けてから考え直すってことでいいのかなっていうような走りを見せてくれたと思います。なんかそれを今回のレースでも正直思いましたね。うん、でどうなんだろう他、まあ、同じロードカナロア3区でサートルナリアかなと思ったので言うと、サートルナリアはどうだったんだろう。次変えるかどうかっていう目線で、まあ、何度もさっき映像見てたんですけれど、んな単純に、アンカツさんのツイッターも僕見たんですけど、右回りの方がいいのかもしれないねみたいなつぶやきをされていたんですよね。で僕もなんか全く同じ意見で、というのもなんか何回も映像を見てたら、映像にサートルナリアが映ってる時って全部右手前で走ってたんですよね。ってことは左周りっていうのがすごく苦手な可能性があると思うんですよ。
なので右回り、次どこ次どこ出てくるんだろう。次はもしアーモンドアイがね、今言ったようにジャパンカップに出てくるようなことがあれば、もうアーモンドアイには多分ぶつけてこないだろうから、有馬記念とかに出てくる可能性っていうのがあるんじゃないのかな、もしかしたら。でそうなったら僕はちょっと買ってもいいかなって思ってます。ジェンティルドンナが勝った時みたいな有馬記念のペースになれば、スローの良いドンっていうことですから、サートルナーリアもまたね十分てか勝ち切れるだけのエンジンをね彼も持ってると思うから、今回の敗戦っていうのはスミオンジョッキーが割とこう前身につけて、まあでもそれで言ったらやっぱりハイペースとかっていうのも結構、まあ、ハイペースでもなかったけどな、59秒、まあ、60秒ぐらいでサートルナリア走ってんのかな。やっぱりスロー専用なのかな、そういう結論にもなっちゃうのかな。まあ、これに関してはちょっと皆様からのご意見も賜りたいなと思うんですが、サートルナリアは右回り専用で、それもスロー専用機なのかな。僕はなんか有馬記念かなんかに出てきたらちょっと買いたいなと思うんですけれど、まあ、単純に左回りだから余計にねロスして力を使ってしまって、最後パタリとねやっぱり止まってたもんね最後ね。であとまあ触れておきたいところで言うと、僕が予想動画の方で押していた You Can Smile ですかね。頑張ったでしょ You Can Smile。 そうなんですよ、生配信では結構いや You Can Smile は絶対ないみたいに言われていたんですけれど、まあでもやっぱりまあそうですよ、夏の新潟を使っているノーザンファームの馬っていうのはもしかしたら見込まれてる可能性っていうのがかなりあると思うので、まあこれから、まあ、競馬はね来年再来年と続いていきますから、まあ、夏の新潟を使っていく馬っていうのはこれから注目していく、べきかなと思っています。まあラブリーデーと同じような経過をたどっていたっていうのも、まあ、かなり今回に対する勝負度合いっていうのは高かったんじゃないのかな。もう前々から天皇賞秋っていうのを見据えてたんじゃないのかな。だからこそラブリーデーと同じようにね長距離を使って、まあ、池江先生が話していたようにラブリーデーっていうのは覚醒できた理由っていうのは折り合いを長距離で練習できたからだと。長距離を使って折り合いをこう身につけることができたので最後の爆発力につながってるんだよみたいな話をしていましたけれど、まあそれをね踏襲してるのであれば、友一調教師がああいうねローテーションをたどったっていうのもなんかうなずけるかなって思えるというか。そうだから次回どうするかなんですよね。もうこうなってしまうともう次回買いづらくなるというか、多分人気しますよね。ジャパンカップなのかな、有馬記念なのか、まあ、ジャパンカップを見据えた走りだったねみたいなことをアンカツさんが言ってたので、まあ、ジャパンカップに出てくるのかな。まあ、ジャパンカップに出てきたらもう間違いなく人気するだろうから、ちょっと買いづらくなる一頭かなって思いますよね。だからもう生配信でお話ししたようにもう今回買いたかったんですよ。今回買うべき馬だったんですよねこの馬は。そうだからそれこそユーキャンスマイルなんか、まあ、結果僕は馬単で買ってたので、ユーキャンスマイルは、まあ、3着付けっていうふうな話を予想動画でしてたと思うんですけれど、だからまあ買わなかったんですが、もし、まあ、前世紀の岩田ジョッキーのインツキみたいなことがもしあったとするならばね、ちゃんと前目につけれてインツキみたいなことがあったとするならば、もしかしたら3着っていうのはあったかもしれない走りでしたよね、最後のユーキャンスマイルの伸びを見ると。でゴール後の映像を見てもユーキャンスマイルってまだやっぱりガン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 走ってたので体力が有り余ってたってことだと思うので、うん、そうなるとやっぱりねジャパンカップでも買いたくなる一頭なんですけれど、もう妙味がなくなるというか、そういう意味でちょっと買いたくなくなるんですけれど、悔しいな、はいっていう感じでしたかね。であとはそれで言うとワグネリアン、ワグネリアンは次回買いたくなりました。僕今回の走り見ててどう思いました？ワグネリアンは僕も単純に枠がもうちょっと内で、なんか最初スタートも少し後手を踏んでいたような感じになってたと思うんですけれど、スタートしっかり決めれて前に行けたのであれば全然馬券内には入れましたよね。いやもしかしたら2着っていうところもあったんじゃないのかな、ワグネリアンはね。だそういう意味では、まあ、ワグネリアン、まあ、次回また内目の枠に入ったら買いたいかなって思いましたかね。です。皆さんはどう思ったでしょうか。アルアイも同じ感じだな。アルアイはもうちょっとうちだったら、まあ、買ってもいいかなっていう走りをしてくれたと思います。なんかずっと外走ってたんで、なんか今回のレースは参考外かなって思いました。皆さんはどう思ったでしょうか。それぞれの馬に対する皆さんの解雇も伺いたいと思います。というところで、今回おしまいにしたいと思いますかね。やっぱりあれだね、アーモンドアイの国枝調教師の意見っていうのも、やっぱりダミーだったのかもしれないですよね。いや、まだまだちょっと出来は甘い。まあ、出来が甘いっていうのは、まあ、確かだったのかな。まあ、枯れて、ちょっと大人になったとかね、ちょっとこう微妙な発言をしていたのは、もしかしたらマークを避けるための発言だったのかもわかりません。はい、ということで、またね、そういった情報をですね、また来週以降、来週以降っていうか再来週以降かな、エリジョの週からね、発表を紹介できるように頑張っていきたいと思いますので、また今後ともよろしくお願いいたします。はい、ではですね、まあ、今ちょっとお話をしましたようにですね、来週、
アルゼンチン共和国杯の週は一旦このチャンネルはお休みにしたいと思います。またねエリジョの週から頑張ってやりたいなと思ってますので、ちょっと短期報告に出たいなって思いますので、とアルゼンチン共和国杯の週は、まあ、何かしらの形で予想ぐらいはもしかしたら出すかもわからないんですけれど、まあ、基本的には一本も動画は出さないつもりですので、はい、ぜひまたねエリジョの週まで待っていただいて、楽しみにまた参加していただければなって思っています。あのエリジョの週からはちょっと生配信のやり方とかも変えようかなって思ってて、なんかもっとみんなの意見を取り入れたいなって思ってて、なんかさっき生配信を見返してもやっぱり、あ、すごい、あ、この意見本当に使えばよかったな、拾えばよかったなとかっていうのも結構ありましたので、なんかもっと皆さんの意見が拾えるような生配信にもしていきたいなって思ってるので、そちらもお楽しみにしていただければなと思います。はい、ぐらいですかね。ということで、もうね4時にレースが終わって2時間ずっと見てましたね、映像を。天皇賞の映像だったりとか、まあ、本当はね今回動画は出さないつもりだったんですけれど、あまりに興奮してこの熱い気持ちをみんなと共有したいなと思って、ちょっと急いでカメラを回し始めました。はい、今日は完全にもうオフモードだったんですけれど、シュッてシャツ着て回そうと思って動画撮ろうと思って撮りました。はい、ということで、今回も最後まで本当にご視聴ありがとうございました。ではですね、また次のエリザベス女王杯の週からお会いしたいと思います。では、ありがとうございました。ありがとうございます。